始まるよ。ドミソグンチャタルマコージュのアンデです。今回もナイスな謎解き、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。ときた、長期で留守にしていた俺が自宅マンションに戻ってくると何やら様子がおかしい。え、俺はどこに行ってたかって？それはこれを見てくれたらわかるだろう。様子はおかしすぎな。いきなりどこに行ってたか。まあトランク持ってるってことは、まあ遠出かな、実家かどっかに帰ってたか、そういうことじゃない。俺はビジネスマンで出張のためにしばらく自宅を留守にしていたんだ。スーツケースを持っていることから長期滞在だったことがわかるだろう。だってそんなね、別に推理したくないよ。日常で言えよ。マンションに到着するなり俺に話しかけてきたのはこの人だった。こんにちはと明るく挨拶するつもりだったのに、彼女はやたら焦っていて。だってこの人だった。誰だろう、このおばさんかな。あ、やっぱそうだわ、おばさんが話しかけてきたんだ。マンションの親さんが焦った様子で俺に話しかけてきたんだ。なんとかしてほしいって。これはうわー、これは一体状況がつかめなすぎて困惑してるんだが、どうしてこういう状態になっちゃったわけ？俺が家にいなかったから。なんでお前が家にいないとこんなになっちゃったの？え、これは誰？彼女ってこと？あなたの、あれか、メンヘラ系の彼女で彼氏がいないのに耐えられなかったみたいなこと。出張から帰ってきたら彼女が家の前で泣き崩れていたんだ。結構長いこと留守にしたけど、一体いつからいたんだろう。想像すると恐ろしいよ。だって、え、知らない人？全く知らない女？それは怖いんだけど。ちょちょちょ、そんなものを散乱させないでくれよ。よくわからないけど誤解しているよ。とりあえず中でゆっくり話し合いしよう。だってってことはやっぱ彼女か。なんだこれ、ビールかな、散乱してるものって。どういう状況これマジで。彼女の周りには酒の空き缶が散乱していたんだ。出張で留守にしてただけなのに俺に振られたと勘違いして深酒で気を紛らわせていたらしい。お前話さなかったの、彼女に。お前が悪いわ、それは 100%。 その日はたまたまフラッと知らないバーに立ち寄ったんだけど、俺はなんてラッキーなんだと思ったよ。こんな人が一人でいたら誰だってドキドキするよな。だって、うわっ、誘われてます。そりゃドキドキするよ、こんな女の人が一人でいたらね。見るからにいい女な女性が一人で飲んでたんだ。露出も多めでこれはワンチャンありそうな雰囲気。男として勇気を出すべきか否か、ここは迷いどころだ。だって、うわ、考えてる。男の中の男にしかわからない勝負感が騒いでる。気づいたら思わず一緒に飲みませんかって話しかけてたよ。この後時間あります？我はまだ聞けてないけど、いい感じになれたらきっと。さあ行ける。これなんだ、でももう21時48分だからね。あ、違う。これ何、これどこを指せばいいの。いい感じになれたらきっと、これからお酒、やっぱそう、一緒にテキーラ飲んでね、ベロベロにさせるってことでしょ、きっと。あまりにも素敵な女性だったので珍しくナンパをしてしまった。彼女もまんじゅらじゃなさそうだし、これはドキドキが止まらないよ。めっちゃ甘噛みしちゃった。見て見ぬふりしてくれてるんですよねって信じたいとこだけど、なんだか俺のこと憐れんでるような気がするのはなぜだ。だって、見て見ぬふり、え、なんだお前、なんで哀れまれてんの急に。急に哀れまれてんの、なんで。服が破れてるとかじゃなくて表情がってこと？違う。あ、このバーのマスターのことか、哀れんでるって。確かに、なんでだ。店のマスターが心配そうにチラチラして送ってきてたんだ。この女性は店の常連っぽいんだけど、もしかしてマスター何か裏事情でも知ってるのか。だって、なんだなんだ、突然その女のせいだ俺は。こいつか、やばい、この女作詞だった。もうナンパしてきた男をなんか散財させるみたいな。この女性と一夜を共にしたことがあるようだ。夜な夜な男あさりをしちゃ性病まき散らくして。性病女だったわ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。